って剣消費しなくちゃ。そう、長野のファミマ行ったらあれあったよ、限定のおにぎり。何の？信州味噌2つだから長野だからですよ、うん、ご当地的なものが。あ、そういうの欲しかった。いや、別にいらん。持ってくれないと腐るからいいよ、まあ、危ないおにぎりなんて。その日買ったやつだって危ない、この暑さだと、うん、で職場の人もさ、だって朝、うん、お弁当用におにぎり持ってきて、うん、なんかロッカーに常温で置いてたらしいのね、うん、で昼とさ口に入れた時になんか粘ったって言って、うん、えそれもうやめないやめないやめないって吐き出してっつって、うん、それも腐ってる証拠だからそれっつって そこで捨ててて、うん、なんか大丈夫だったみたいな。粘はやばいね。でそっからもう冷蔵庫に入れるようにしてっつって。あ、冷蔵庫あるんだ。あ、一応あるけどちっちゃくて、なんかもうペットボトルいっぱい入ってるって邪魔くせんだよね。大きいペットボトルするのやめとしてんだよな。そういうの使えなくなるから、その日の弁当入れる人とかも。残念ながらだね。え？残念ながらだね。その子一緒に休憩入ってもらったら下手したら食べてたかもしれないっつってた。大丈夫じゃないかなって思っちゃうんだよ、人の心理で。お昼でお腹空いてるしみたいな、うん、私は絶対止めるから、そういうの聞いた瞬間に。それ腐ってったら絶対ダメっつって、食中毒になるよっつって。そうなるよ。18日この辺のお祭りあるんだ。ちょ待てよ、ちょ待てよ、ちょ待てよ。かわいい。あとあれがフェイト、でかくなったって言われたんだっけ。うん、顔と態度でかいよ。え、顔と態度でかいからです。あ、態度は昔からの顔なの。当たり前じゃん。それで飯食ってる。顔でかいよ、ちっちゃい。もうちょっと区切れなかったもんね。マッサージしよう、顔の。あなたも別にいいよ、ドッスみたいな。ね、ドッスのメイクしてみよう。ここ通過すればな。どこのファイマ行こっかな。駅前だからしょうがないんだよ、ここ。うん、本当になんかムカつくある。何が？ ETC 割り聞かないの。うん、ちょっとびっくりよね。ね、みんな同じこと言ってた。もうお盆って終わってんじゃないのって思った。中止。あ、じゃあこの夏休みは。何なのって。そうそう、そう、ETC 割り使うの。そのくせみんな。クラバーバナでとか言ってるのもそういうとこで。あなたとか絶対使わねえと思った。久々楽しかったけど私。明日はどこ行くの？余った。うん、埼玉で。はい。そしたらあそこ飯能市のあそこでなんか山のすすめのグッズ買えるかな。山のすすめも、あー、そっか、やってたな。うん、あそこ飯能市唯一あそこに置いてあるらしい。バミーズ万歳。何でもね、万歳。もうな、埼玉行くと車中泊になりそうな可能性もあったら、ホテルご飯多めに持ってこう。いや、もう帰るよ、早く。夜は絶対そう。でーってなる。ただ、早めに遊んだ方がいいのかな、だったら。どうしようかな。明日は。今日は夜遊ぶじゃん。なんかまた
塗ってくれよ、新しく相模原さん。ひし形だったの。相模原さんさ、塗ってよ、ああいうの。ああいうのさ、そういうとこに税金使ってくれよって思うときね、市民として。直してよってか、ちゃんと塗り直してよって見えんだよ。昼間はかろうじて見るけど、夜あんな薄くなってたら絶対見えねえんだよね。ほんと、もうねえと思ってさ。マミヤ、ゲーミヤ、マミヤくんの心配だな。やば、危ないのかも、マジで。さすがに物食べれなくなるって本当に危ない、うん、そっからだって一気に衰弱するし、流されるわ、あんた。愛情者っていうの、何やってんの。慌てるからね、そういうの事故るよ。並んでる、ね、あ、そうやって慌てるからね、デブるよ、はいはい、デブるよ。使い切れないと不幸になっちゃうから。あとおにぎり1個だけ食べようかな。腹減ったな。
からでいいか。痛い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 。